はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第217回でございます。今回テーマが30万人と手紙と質問コーナーというね、そのまんまなんですけど、順番で30万人、まあ、一応言った思い出話で手紙の応募方法と質問コーナーについてっていう順番で話していきますので、よかったらね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、最後まで付き合っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。はい、ということで今日ね11月19日で、今年の目標だったチャンネル登録者30万人ね、突破することができました。本当にありがとうございます。夕方よりもちょっと後かなに、投稿した動画でもね、たくさん感謝ばっかり言ってましたけど、でも本当に伝えても伝えきれない感謝の思いがね、もうあるんですよね。みんなに、見てくださってる皆さんがいたから、こうやって5年半ね続けてくることができたので、本当にありがとうございます。でざっくりね、ちょっと思い出話浸ろうかなと思うんだけど、昔の話とかはさ、もうずっと話してるじゃん。で、結構ダラダラジオこうやって毎回聞いてくれてる方は、お、またあの話するんじゃねえか、みたいなね、思ってると思うんだよ。例えば、1年目は、もうね、すげえバカにされてて、みたいな。そう。YouTube で教育なんか流行んねえよ、みたいな話するんだろうって思ってるでしょ。そう、その通りなんだわ。そうなっちゃうから。だから、ちょっと今年1年間の話を少ししようかなと思うんですけど、で、まあ実際ね、その1月1日に目標を掲げるときに、基本的には特に数字の目標に関して、数字が出てくる目標は、いや、きついわっていう数字を設定するようには自分はしてるんですね。で、去年の登録者の伸びを考えると、今年の目標っていうのは、そんなに厳しくないように見えるの、実は。そう。去年の伸び率、プラス1万か1万5000人ぐらいで今年の目標達成できる数字になってたからね。でもね、30万はね、いや、掲げた時は本当にきついと思ってた。自分の、一応、その1月1日の段階では、まあ、24、5万かなっていう感じだったんだよ。で、これなんでかっていうと、自分のまあ、チャンネルって当然勉強なので、学生がほぼ対象になります。もちろんそうじゃない方もね、見てくださってますけど、でそうなると、他のね、エンタメ系のチャンネルの方と違って、今高校生ちょっと撮ってるから高校生も見るとしても、高校卒業したら必要なくなるんだよ、確実に。でもちろん YouTube ってさ、あんまりチャンネル登録ってしないと思うんだよね。例えば不祥事を起こしてなんかチャンネルあるじゃん、それで登録外すとかはあるかもしんないけど、俺もチャンネル登録してるのに見なくなったけど登録そのままって方たくさんいらっしゃるからさ、だからそういうね状況もあるとは思うんだけど、でも対象が絞られてる分、教育分野だけで30万っていけんのかなっていう、全く想像ができなかったの、俺の中で30万。いや、行く、決めたからには行くように努力するとは思ってたけど。そうで、すごい悩んだ、今年1年は。本当に。もちろんね、その悩んでるところを見せたりはしないし、ね、自分の問題だからさ、何をやったらいいのかって。でも、数字のために動画を撮るのは違うと思うの、教育に関しては。だってそうするんだったら、俺高校だけやってるもん、きっと。やっぱり小中高だったら高校生の勉強が一番再生数取れるし、センターの過去問やってみたなんてやればね、まあ取れるよ。でもそれは違うんだよね、俺のやりたいことじゃないし。まあメインは一番中学生をメインで考えてるものがあるからさ。でも数字の目標は達成したい、でも数字のために動画は撮りたくないっていう葛藤をすごく抱えてて、でまあ、花尾さんとね、今年、初めてコラボをさせてもらって、で、花尾さんと、まあ、デンガンさんと話をしたときに、いい意味でやっぱり吹っ切れたんだよね、その時に。うまくね、ちょっと言葉に言い表せないんだけど、吹っ切れたの。すごくいい刺激をもらって、で、まあでも、あとは花尾さんとコラボさせてもらって、夏で、ちょっと勢いがついたっていうのもあったし、そう、だから本当、見てくれてるね、みんなのこともそうだし、こうやって、まあ、花尾さんとかデンガンさんとか、まあ、仲良くしてくれてる YouTuber の方も多少いらっしゃるから、いう人にも支えられてこの30万だと思ってる。自分ができることって、俺面白いことできないから、笑わせることができないの、つまんない男だから、本当に。これは卑下してるんじゃなくて、昔からそうだから、俺。そう。内気だし、基本的には、そう。人前でウェーイみたいなのができないんだよね。やりたいっていうね、憧れはあるんだけど、できないんだよ。そう。だから、勉強動画を撮ることしかできない。まあ、だったらプチ相談とかいう悩み相談を撮ることしかできない。だけど、
それしかできないとしても違うんだと思って、それしかできないんじゃなくてそれができるんじゃんって思ったの、自分に対して。これ人に対してよくアドバイスはしてるのに自分には言えないんだよね。アドバイスって難しいんだけど、でもそう思った時に、じゃあできることやっていこうって思った。で駆け抜けて、ひとまず、まあ、夏ぐらいからもうがむしゃらに取ってきた。とにかくまあ体調ね、耳のこともあったし、もともとの持病もあるからさ、体調との相談はあったけど、でなんか気づいたらね、30万っていう数字にこう見ることができたっていう感じだった。今年を振り返るとね、たくさん悩んだけど、本当に辛かったけど、でも良かったと思う。その悩んで良かったと思うもん。辛かった日々を送って良かったと思ってる、今は。そう。振り返れば笑えるからね。そうそうそう。これね、俺、ウーバーワールドが好きなんですけど、今いろんな歌詞が好きだね。ウーバーも好きで。そう、振り返れば全てがありがたいみたいな歌詞があるんですよ、歌で。それはすごく大事にしてる言葉で、そう、振り返った時にやっぱ全てがありがたいと思う。いろんなことはあったけど。っていう感じかな。まあ、テレビもね、今年も出させてもらったし、ね、本にもしてもらったし、だね。っていう感じです。まだいっぱい話すと長くなるからね。じゃあ手紙の応募いきましょう。で、これですね、手紙って書いたんですが、ちょっと訂正がありまして、メッセージカードに変えます。何が違うって思うかもしれないけど、メッセージカードはちっちゃいです。短いメッセージだけを送るっていう風にします。で、これなんでかっていうと、もともと手紙はね、何回かやったことあるんですけど、送りますみたいな。普通にガチで書きます。ペアの2枚とか3枚ガチで書くんですけど、1時間2時間かかるんですよ。で、それを3名様とかにしようかなと思ったんだけど、今回ちょっといっぱい送りたいな。それ30万だからさ、まあ、30万には送れないけど、30って数字だから30人に送りたいと思って、でも手紙30人だと2時間かける30だと60時間ですよ。ちょっとそれは厳しい。ごめん。なんで、メッセージカードですね。本当1行2行ちょっと書くぐらいしかできないちっちゃいカードにはなるんですが、それを送らせてもらおうかと思います。で、今年は会おう会って言って、プチオフ会をね、初めてやったんですけど、その時に、サインが欲しいという風に言っていただけたので、今年サインを作ったんですよ、自分。生意気にも。そう、作ったから、メッセージカードと、ちっちゃいそのメッセージの同じカードにね、サインを一応書いて、30名の方に、書かせて、手書きでね、書かせていただこうと思いますので、欲しいというあなた、ぜひね、応募してください。で、応募方法なんですが、右に書いてある1番は郵便番号です。これちょっと書くスペースねえなと思って、マークにしちゃってるけど、郵便番号2が住所、名前。で、次大事、4番。書いてほしいメッセージはできれば指定してください。申し訳ないんですけど、で、もちろん、こういう悩みがある、だから受験頑張れるようなメッセージをくださいとかっていう、その、なんだろう、こういう感じでもいいんですが、言葉を指定してくださっているのが書きやすいので、そっちの方の方が当たりやすいかもしれないです。はい。まあ、わかんない、それは。はい。で、まあ、抽選になります。先着ではなくて、抽選です。で、抽選方法はいつも通り、だいたい最初に全部。前回とかだと、多分ね、どうだろう、150ぐらいかな。だって100から150だった気がするんだけど、前回の応募は。まあ、一応全部見させてもらって、で、まあ、なんだろう、メッセージとか見たときに、書きたいなと思う人をちょっとランダムで、まずピックアップして、で、多分それがね、俺ピックアップがね、なかなか切れないんで、多分6、70残っちゃうと。で、そっからはもうランダムで選ばせてもらうんですけど、書かせてもらえますので、よかったら応募してみてください。で、そこの真ん中にある、配置、アンダーバー、下の棒ね、数字の4、アンダーバー、リーフ、アットマーク、yahoo.co.jp、それが自分のメールアドレスになってますので、そちらに、タイトルを手紙と書いて、必ず、手紙というタイトルにしてもらって、送っていただけたらと思います。で、締め切りは、いい夫婦の日ですね。来週の水曜かな。まあ、来週、今週って行くのが正しい。まあ、3日後です。の、そこまで締め切りにさせていただきますので、で、12月に入ってから、まあ、書き始める、送り始める感じになると思います。12月中には必ず送るから、30人にね。っていう感じです。よかったら応募してみてください。で、ラスト、質問コーナーです。で、これはですね、質問コーナーとリクエストコーナー一緒にやります。だって、集まらないんだもん。はい。去年ね、やりましたけど、集まんねんだ。で、できる限り、まあ、ふざけたことも答えられたらやります。去年とかだったら、なんだ
そう、多分だからはじめ社長さんのね、影響なんですけど、なん か角に小指ぶつけてみてってやったりとかやりましたけど、まあ自己動画ですよ、俺がやると。まあそんな自己動画もね、1年に1回だったらいいかなと思いますので、真面目な質問でも構わないです。ふざけた質問というか、俺のプライベートのことでも全然構いませんので、質問コーナーとかがあれば、この動画のコメント欄か、メール、その同じですね。ハイチアンダーバーのどこのメール。で、基本的には去年までそれでやってきたんで、まあそれで構わないんですが、ちょっとね、ツイッターのハッシュタグっていうのを使ってみたい年頃なの、俺。使ったことなくて。だから YouTuber っぽいじゃん、それ。そう。でも知ってる。絶対に集まんないんだ。うん。それは知ってるんだけど、ちょっとやってみたいので、ハッシュタグ、ハイチって誰で、書いてもらったら、ちょっと検索して探して自分が、見つけますので。よかったら、書いてみてください。これ集まんねえぞ、知ってるぞ。ちょっとやりたかったんでね、ちょっと思い出作りで。滑ったら、それも思い出だから、俺の。ぜひね、やらせてください。はい、という感じで、ちょっと駆け足になりましたが、最後に、ちょっとね、改めてになりますけど、本当にね、ここまで、勉強動画をね、普段使ってくださってる方、そして、使ってくださってた方、過去にね、くれてた方も含めて、本当にありがとうございます。30万っていう数字には行きましたが、数字は数字でしかないです。これからやることは変わらず、一本一本、気持ちを込めて、丁寧に、本気で、勉強動画を撮っていくというのはね、引き続き続けていきますので、今後もどうぞ、勉強のお供に、ね、この自分の動画使ってもらえたらと思います。はい、という感じで今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。